三井住友会場火再保険株式会社は日本の損害保険会社である MS&AD インシュアランスグループ参加の完全子会社。略称は三井住友会場。証券会では30会場が上場銘柄としての略称として使われていた。この略称は2008年4月に設立された。 持ち株会社の三井、住友海上グループホールディングスが、当初の上場銘柄の略称として引き継いでいたが、同社は2010年4月に、MS&AD インシュアランスグループホールディングスに、称号変更された。業界3位を争う三井海上火災保険、住友海上火災保険は、それぞれのメインバンクである桜銀行と、住友銀行が合併したことから、 三井会場火災保険株式会社を存続会社として合併した。本社は東京都中央区新川の旧住友会場本社に設置し、2013年10月に神田駿河台の旧三井会場本社ビルを改築するとともに、ビル一棟を新築し、旧住友会場本社と旧三井会場本社に分かれている本社機能を統合して、本社所在地も同地に移転した。 合併後は2007年度決算で保険料収入1兆4928億円で東京会場ホールディングスの2兆1486億円に続き1兆3866億円の損害保険ジャパンと業界の2位を争っていた2010年4月に MS&AD インシュアランスグループとして IOE 損害保険及び 日清堂は損害保険と経営統合した。2014年9月の損保ジャパンと日本公和損保の合併により、現在は単体では業界3位となっている。合併後の社長は、旧住友会場出身者の上村博之、旧大正会場出身者の江頭俊明、旧住友会場出身者の唐沢康之、旧大正会場出身者の原則幸。 タスキがけ人事となっている。2012年6月時点で、江頭が MS、MS&AD の社長と当社の代表権のある、会長を兼務、唐沢が、当社の社長と MS、MS&AD の代表権のある、執行役員を兼任している。2013年10月から、i o ニ日制度は損害保険や三井住友会場、i o イ,イ生命保険との間で機能別再編が、行われている。 機能別再編により、当社は国内外を問わず、グローバルな保険、金融サービス事業を担う、事業会社となる。三井と住友の企業が合併した場合の慣例として、日本社名は、三井住友で、A 社名は、住友三井が慣例であるが、三井住友会場の場合は、A 社名も、三井から始まる。2002年9月より、モスト、モストファーストクラス。 ビブ就寝のコマーシャルに、黒木瞳、2007年10月から、企業イメージ CM に、竹野内豊たか、2015年10月から、若年車層向け自動車保険、初めての自動車、保険、一例保険のテレビ CM に、川口春菜と菅谷哲也、2016年3月から浜田だけを、企業イメージ CM、2018年3月から、大泉洋、同年8月からは、 大泉との共演で、方根強行企業イメージ CM にそれぞれ起用した。なお、堀木と牧は2017年2月の芸能界引退までに契約が終了した。2021年5月からは、吉沢亮と村川恵里を起用。なお、吉沢と村川はこの年に放送されている、大河ドラマ、青天をつけにて、前身会社である。 クソ会場保険の設立に発起人として関わった渋沢栄一とその姉である渋沢中をそれぞれ演じている。住友会場火災時代の2000年頃に松村和子のデビュー曲である帰って来いよを替え歌にした CM が放送された。三井会場火災時代には橋爪伊佐を志村健を CM に起用した。合併前後の CM にはチャゲアスカを起用した。 旧三井会場が1991年に創設した陸上競技部は、土佐玲子、渋井陽子、大平美希、橋本歩美などの選手が所属し、実業団駅伝で最多の7回優勝している。旧住友会場創設の女子柔道部は、2004年、アテネオ,オリンピックと2008年北京オリンピックで、金メダルの上野正恵、アテネオリンピック銀メダルの横沢幸、 北京オリンピック銅メダルの中村美里が所属している。サッカー日本代表オフィシャル協賛スポンサーである。2005年9月27日、損保16社による保険金の不当な不払いが公表され、当社も含まれていた。2005年11月25日、新たに不当な不払いを行っていたことが判明した10社を、合わせた26社のうちの1社となり、 他の25社とともに金融庁から業務改善命令を受けた。2006年6月21日、当社が販売する第3分野保険で保険金の不適切な不払いが927件分確認された。就寝医療保険の不適切な不払いが305件あり、悪質と見た金融庁から業務停止命令を受け、商品の販売など業務の遂行に 様々な制限を受けた。金融庁は抜本的改善が図られたとして2007年2月23日付で全ての処分を解除した。2006年9月に金融庁からの不払い再調査命令に対する調査結果を発表。46,819件、およそ33億900万円分が不当不払いに該当していた。しかしその後、 損保各社から第3分野保険での大量不払いが発覚したほか、日本住宅に対する火災保険料の取りすぎ、行為も発覚し、同年11月17日に金融庁が損保26社に対して不払い実態の再々調査を命令し、同社にも調査命令が下された。2006年12月10日に、日本広報の建築物に対する火災保険料を、 取り過ぎていた問題が発覚した。2007年3月20日、同社は他の損保を手後者に先駆けて、不払いの調査結果を発表。不払いの合計は5万1486件、金額にして54億3300万円となり、昨年9月時点での調査結果と比較して4770件、21億2400万円分が増加したことになった。 火災保険料取りすぎ行為の中間調査結果も同時に発表。8855件、およそ8億円分を余計に取っていたとの結果となった。三井住友海上火災保険では代理店での契約手続きで不正行為が頻発していた。同社に対する金融庁の検査や同社からの報告によって、これらの問題が明るみとなり、 2006年6月に金融庁より公表された。それによると、代理店が保険料の建て替えを行っていた事例が少なくとも120件も見つかっており、保険業法第300条第1項第5号に違反すると指摘された。同発表によれば、代理店が保険の契約者に対して重要事項の説明をしていない事例が6件見つかり、 こちらも保険業法第300条第1項第1号に違反するとされた。さらに、顧客と同性の印鑑を悪用し、無断で保険の継続契約を締結する手口も明らかになった。金融庁の同発表によれば、顧客の意思を確認せずに勝手に継続契約を締結した事例が判明しただけで36件も確認され、 同様に保険業法第307条第1項第3号に違反すると指摘された。これらの事実に対して金融庁は法令等遵守の意識が乏しく代理店に対する管理体制が極めて不適切と指摘し同社を厳しく批判した。イギリスに設立された子会社にて水筒に関する内部統制の不備が発覚しており年月に金融庁より 公表された、同志会社の代表取締役は、契約書がないまま支出を行ったり、取締役会の承認が必須とされる場合も、承認を得ない支出を行ったり、さらに虚偽の理由に基づく支出をしていたことが明らかとなった。しかし、金融庁がこの問題を指摘するまで、三井住友会場火災保険は調査も処分をしておらず、子会社代表取締役に対する口頭注意に、 とどめていた。金融庁は、海外拠点に対する管理、監督機能は、極めて不十分と指摘し、三井住友海上火災保険では、経営陣による内部統制は機能していないと結論づけた。2006年5月1日に行われた、取締役会で、合併前の旧三井海上社長で当時会長の、井口武夫と、 合併前の旧住友会場社長で当時社長の上村博之が6月末にそれぞれ退職し、公認に旧住友会場出身で当時副社長の畑明が会長、旧大正会場出身で常務執行役員から CEO 兼務の常務執行役員に就任している江頭俊明が社長と最高顧問にそれぞれ就任し、たすきがけ人事になる。 6月21日に医療保険を中心とした第三分野保険の悪質な不払いにより金融庁から業務停止命令が言い渡され、井口と上村は最高顧問への就任を辞退して事実上隕石辞任した。2007年8月23日に最高顧問を辞退し会社から去った井口と上村が7月23日付で常任顧問として復帰していたことが判明した。 経営には関与していない人事委員会で了承を得ているという理由で両人の復帰を公表していなかった。両人の復帰により責任の所在が曖昧となり報酬が支払われ専用室を与えるなどの対応が批判された。ありがとうございます。